はい、皆さんこんにちは。駒こんにちは。澤大学の大城です。大城教授の、世界、古代遺跡探訪13。今回タニスになります。タニスは、地図的に言うとナイルデルタ、北の方ですね。ナイルデルタの東の方かな。東の方にあたる、たくさんね、古代都市遺跡もありますけど、そこにある遺跡ということになります。非常に有名です。なぜ有名かというのはこれから話をしますけど、花さん、アイジプト行かれたことありますかね。ないですね。ないですか。タニスも行かれたことない、はい、タニスもないですね。ということで、タニスの話をしようかな。たくさんね、資料を持ってきましたけど、ちょっと古い資料なんですよ。2010年だったんだけど、7、8年前かな、もしかしたら。それぐらいの時にちょっと、調査で行った。そのあたりの遺跡を、はじめは一緒に調査しようと思ってたんですね、エジプトを。イギリス人の研究者と。でもまあちょっといろいろ、いろんな暴動があったりとか、ね、あの辺のいろんなこと、その時期だったんで、ちょっと無理かなって話になって、今に至るということで。ただまあ、結構広く歩いたので、その時の、ちょっとシーンを、もう久しぶりに見ますけど、見てみようかなと思いますね。では、タニスという遺跡まで行きましょう。この有名なファラオの話もありますけど、シルバーファラオ。単に行く途中の写真があったんで、まあ、軍事力もエジプトあるので、そういう、軍事博物館があるんじゃないですかね、この辺りも。ずっと、車で、動いて、デルタ地帯に行くということになります。たくさんの人がね、一緒に車に乗ってますけど。これ車？車でしょ、車。車の2台、軽トラみたいなやつ。2台にこう何人もいっぱい乗ってると。すごい。まあまあ、つい写真撮っちゃうよね。すごいから。こういうの見るとね。まあもう日本であんまりないかな。日本でやったらちょっとね、暴走関係の人がやるかもしれませんけど、普通は難しいよね。捕まっちゃうね。しかも、よく落ちずに乗ってられますよね。すごいバランスやな。そっちの方もちょっと心配になりますね。いや、働き者みんな偉いなと思って。それ見ながらですね、着いたらこういう場所です。まあ、だだっ広いといえばだだっ広いかな。広い、まあ、平地、平地があって、ね、そこに、遺跡はあるんですけど。で、まあ、いっぱいいろいろ石並んでますけど、その辺で見つかったものを適当に並べただけということになります。今多分もうちょっと整備されてて、綺麗になってるはずです。ちょうど僕、過渡期に行った気がしますね。まあ、いっぱいこういうね、ラムセル・マートラーとかありますから、まあ、ラムセス2世でしょうね。まあ、その辺のものがいっぱい転がってて、まあ、無造作じゃないけど、ちゃんと下に台つけてるけど、まあ、一応、ちょっと、一応、ディスプレイを、しようとしてるような感じかな。そんな感じの遺跡ですね。ね、そうそう。まあ、そうね、一応ね、気持ちいい分けてくれてるんですよね。でも、なかなかしとこないですよね、ここまで。何もないですよ。何もないですよ。何もないでしょ、遠く見ても、そういう場所ですけど。でも僕らにとってはこう、歴史的な場所で、タニスで、王墓が発見されるんですよね。第三中間期の。ツタンカーメン王墓以来見て、手つかずの遺跡が見つかるんです。その場所なんですごく、大事な場所ですね。あとで出てきますけど。まあ、こういうのあったりとか。いっぱい並んでる。まあこれだけでもなかなか見栄えをね、していいと思うんですけどね。とはいえなんか無造作に置いてある。本当にこれも。これ本当に、ね、いや、言っちゃいけないね、言っちゃいけないね。違うとは思わないけどね。適当にこう並べた気はしないだろうね。だって材質とか全然違いますよね。違うよね。そう。だから、多分適当にやったのかな。とりあえずは並べてみたと。まあ、これが綺麗に並び替えられてるのはかなと思うけど、ちょっとまた、余裕があればデルタの方にも行きたいなと思いますけどね。なかなかチャンスがなくて、広いところでいっぱい。まだ掘れば出てくるかもしれませんね。でも、王墓が見つかってからかなり、やっぱり、掘られたんですよね。他にないかなということで、広範囲に掘られていると思います。その時に出てきたものがいろいろと散らばってる。それを並べたり、立ててみたりとか、してるという場所ですね。でこれが王墓の一つ。ちゃんと石棺があるんですよ。残ってる。これ残ってるわけですよ。この辺にいろいろ例を書いてあります。あとちょっとアップにしますけど。ね、もう見えないかもしれませんけど。よーく見ればいろんなものを見てる。いろいろ、ちょっとね、人がいっぱいいたりとか。見てみてください。
怒らせて。うん、結構あ、船が書いてたりとか。ね、結構ちゃんと。ちゃんと動いてますよ。うん。だから、こんな風にね、内側にいる、掘るんですよね。うん、まあ、大きな谷みたいに、ああいう、なんか縦小じゃないけど、横穴を作る。ね、うん、そういうのできなかったから、中にいっぱい描いてるんでしょうね。うん、いっぱい描いてあります。時期的には、うん、ね。これ21、2、3ぐらい。3杯ぐらい。21、2、王朝ぐらいですね。うん。うん、しのくの後。そのぐらいの時代で、これは結構豪華な。うん、豪華豪華。やっぱり、ね、まさに王の墓ですかね。うん、まあ、って。うん。すごい。まあね。当然研究されてると思うけど。うん、よく残ってましたよ。野ざらし、ほとんど野ざらしだったね。色ちょっと残ってるから、もともとは多分もっとそうかもかないですね。色あったのかな、もしかしたら。左上ちょっと色残ってますね。残ってますか。おう、そうか、もっと綺麗かったのかな、したら、ね。結構もう上ももう蓋もなんもないですし。うん。入るとも入れるしね。さらされちゃって。うん、そんな感じ。水が、ね。それやろな。本当は色残ってるのか。上から見たらこんなんで。もう、野ざらしですもんね。本当に野ざらし。ただまあ、ね。うん。綺麗に残ってる。うん。シェションコかな。うん。まあ、そんな感じね。うん。ちゃんと体しまって。最初も2世ぐらいじゃないですか。うん。ああ、じゃあ色残ってそうね。赤もね、ちょっと。ちょっとあの肌の。そう、残ってるね。ちょっとだけ。うん。あんまり、今まで気にしなかった。うん、この写真撮ってると中には降りたのかな記憶に。降りてないと撮れないですよね。撮れないかわかんないですね。降りなかったもんね。ああ、すごい近い、うん。一応まあ現地のインスペクターと一緒に行きましたけどね。うん、珍しいから。日本人来るなんて。うん、喜んでくれましたけど、うん。え、スフィンクス？スフィンクスっぽいね。みたいな。みたいなね。何ですかね。あんま見たことないかもしれない。ね、見たことないね。シンプルじゃないかもわかんないね。胴体がなんか。ねえ、どっかなんか蛇みたいな。伸びてますね。なんかライオンとる蛇みたいな感じだね。頭に。なるほど。あんま気にしたくなかった。三角形もね。こういうのよくあるよね。でもさっきというか、まあ、メディタハブの時も出てたような気がしますけどね。あ、同じか。そう、屋根以上かけようとしたの。でももう、もうちょっと。ちょっと足りなかった。どうしたのか、何をしようとしたのか、ここにこう、テント的な、なんか、ビニール的なのをかけようとしたのか、完全にこう、本当の屋根をかけようとしたのか分からないけど、資金不足かな。ここまで立ったけどお金がなかったんですよね。だってあと、もうちょっと。布かぶせれば。それでよかったのにな。布かぶせればよかったのにね、せめてね。うん、そんな鉄筋、いや、鉄筋やから、鉄筋なんか作らなくてもよかったんだけど、作ったけど飛んでいったのかな、もしかして。その可能性はあるな。ただまあ、こんな感じ。ちょっと残念ですけど。まあでも世界にはこういう石いっぱいありますよ。途中で資金不足で止まっちゃうってね。うん、ありません。これは石灰。そうですね、石灰ですね。外側の、うん。こんな感じ。みたいなね。わかりやすいよね。掘りやすいよね。これ見つかったら。すぐなんかあると思えば。うん、あ、そうそう、大きな感じで。人がいるんでわかると思いますけど。これ見つけた時感動したよね。掘っててだんだん出てきて、そうそうそう。ですよね。伊藤くちゃんもね。だ金銀座がいっぱい出てますよ。今はないけど、うん。今はないけど、これは、そうそう、当然、出てきたら、カイロ博物館になるの。カイロ博物館に、まあ、部屋が一つあって、そこに並んでます。今どうかな、グランドミュージアムできてるから映ったのかな。あっちに映したんじゃないですかね。ね、2月行ったっけ。年末に行った時にはあった。まだあったわ。うん。一部映ってたけど、こう石棺があってた。そうよね。でも逆さになったけど。もうね、ラムセス2世やから、昔のやつを持ってきたんでしょうね。再利用してるんでしょうね。こんな感じできたよな。屋根が見つかったのか。屋根が見つかって、入っていったらって、こんな感じかな。いいね、こういうの見つけたいね。屋根だ、これは。屋根だ。そうそう。わかりやすいやん。石だからね。そうはいかないな。結構な深さを掘ってるよ。そうですよね。だって、出てきた時点でのものが人と同じくらいだから。わかったな、こんなん。
まあ、他の町を探してたんですね。ラムセス2世の、王宮、テルラムセスって探してて、偶然見つかったっていう、フランス人の研究者、ピエール・モンテって人が見つけたんですけど、ただ世界大戦中だったんで、注目されなかった。だからまあ、本当に、ツタンカーメンよりも、すごい発見だと僕は思うけど、ほとんど知らない。時期も時期人も、気ですよね。それはちょっと残念ですかね。無造作に。折れかけの。無造作に。あ、これ、井戸。別に何か意味があるかわかりませんけど、いつぐらいのあれかわかりませんけどね。無造作にね、転がって倒れてますね。本当に、もったいない。野ざらしやもんね。完全に。どうなってるのか、ちょっと不安ちょっでとす不よ安ね。やな。どうかちゃんと立ってくれるのかな。本当に行かなあかんなと思うな。1個2本に欲しいな。駒台にあったら立てんのね、これね。真ん中の、あそこ、石があるところにね。石の代わりにこの、座禅堂のああ、前のところおに、前は木が生えてるところ絶に、対いいと思木一本ぐらいオベリスクになってうても多分わ。なあ。わかんないですよ、駒お台。前は、ちょっと頑張って、頼んでみるか。誰か、1個ぐらいください。オベリスクね、おかけ前。らください。というか、偉いお坊さん連れていくか。周りは本当何もないん何もですないね。もない。本当何もないな。恐るか。知らんかった。ねえ。あ、これ綺麗綺麗。あ、よく持ってるな。すごいすごい。いいの残ってんのな。ゴロゴロ。まあ、神殿があったから、あんま神殿があったからね。ええ、そういうのもあったから、やっぱり残ってる。全部倒れてるっていうのが悲しいよね。もうなんかああ。どうしようもないね。あえてこれあ、で雰囲気を出貫してるときか？通すって言ってああ、あもる。なきにしもあらずかなとはどうなってんだな、今。本当に 見に行かな今あかん本当にな。どうなってるのかちょっねとえ、誰かちょっと、だってめっちゃ上がってるかな。10年でここ10年だと結構いろいろあったじゃそうやないですの。か。あったから、いい方に、出たらいいけど観な。光資源そうとしそう。ていい方にね扱われてればえ。いいねんけどね。いいんですデけルタど。の観光資源ってないからな、アレクサンドリアの方しかな。そうか、間というか、こう、デルタがこうあっうん。て、アレキサンドリアがあって、はい。そうそう、ここそっちそっがち。もう、そっちのあん歴史ますごいり。のに、全然ないっていうね。うん。ブルーレスクだらけやな。ちゃんとあんの。博物館系のやついっぱいあんのよな。ああ、ラムセス2世ばっかりや。これ大きいよな。これも、結ブ構リでスクすやろ？ね。すごい数のブリスクがあったのよ。もうエジプトの方からしたら、まあこんないっぱいあるし、まあ、そういうことやこんぐな。らいでいいだろうっていう扱いにそうこうな見っえるてんんだよですけな。いど、や、多分そうやろな。やっぱ、ね、日本人からするうん。と、ちょっとね。羨ましいね。もったいないね。なんか日本人ってあんま持って帰ってこないっていう、こう主義のそうや人な。が方が多いじ多いゃない普通はですね。か。常そ識れこ的そには。吉村先生もおっしゃってましたけど、持ってこないよね。絶対持ってこそうないみそう。たエいジな。プトのものはエジプトに返すっていうもの置いとくべきやね。全部置いとくために掘ってるみたいあ、な。それ正しいと思う。結構それは日本のどの研究者さんも同じな気がして。そうやんな。例えばほら、お礼にあげるよって言われたら、ああ、じゃあってこうコレクションとかで、ほんと昔の先生とかで持って帰ってきてる方とかありますね、昔がはいね。ますけど、本当に昔なイメージというか、そんな感じよ。日本人ってそういうとこ律儀だなっいや、ていういいんか ちゃう。だからそれが日本のいいとこじゃない？だから多分ね、ザッハスとかも信頼してるのかそうなだよとな。結局そ思いまこじゃすないよですか。ね。僕もそういう話するし。大事、文化財よね。日本のものは日本のもので、英語のものはエジプトのもので。その方がいいですよ。でもこんな雑な扱いしてるんだったら1本ぐらい欲そういうしいっこてとでいうす。思っそういちうこゃとうんでですす。よね。1分目くださいと。なあ。ぐらい1分ぐらい欲しいよ欲ね。しいですね。世田谷区に1本ぐらいね。オベリスク なるのかな。てか、ゆりこさんに頼めるか。でも有効来年50周年ですしね。あ、そう、どこの50周年ってこと？カイロと東京あ、そうか。の。あ、そんなこと今話してたな。そうそう。カーレンスで。で、なんか来年で50周年でちょうどいいわね、みなたいるな、ほど。小池さんじゃあ、言っぜてたひ、ので、駒大学ぜに。ひ駒大学に。お前は。
どうですか、ね、ください。都庁に置いても仕方ないので、ここは財布にくださいと。お前は。ねえ。これいいね。美しいね。お、あ、こういうね、自分が一応入れましたね。お、飛んでいった、うん。いっぱい残ってるな。本当にまあでも、なるな、残骸っていうか遺跡の荒れた後、それをイメージするにはいいかもしれないけど。あ、でも、これはちゃんと繋がってますね。これを繋げようとしてるよね。多分合ってるのかな。合ってるか合ってるか、手繋がってるもんね。手繋がってます、ね。これは正解やわ。この上に乗ってるのは分かんないけどね。上に乗っても多分、繋がってるかな。文字、文字が右側の石じゃないですか。文字が書いてあるのが。ああ、どう風で倒れてる。なんか向きおかしくないですか。おかしいわ気がするな。その向きが。縦やな。でも縦、あれよ。よくないと思うな。ちょっと難しいな。ないのよな。腕が繋がってるだけ。謎を謎で。あ、これ測んなあかんや。ちょっとあの暗いですけど。中入っていって撮ったんでしょうね。この後、この奥で見つかったんですよ、黄金が。いいなぁ。記念撮影を一応しておいて。はい、そうなんですよ。黄金があったところで。あったところで。大きいよね。うん、もう、クフ王の石棺はずっと大きいよね。うん、地下にもなんか降りてくるとこあったよ。何があったか忘れます、うん、こういう広い感じ、イメージ。ええ、ところにこうポツンとある感じ。そうそう。昔から話が、伝説があったんでしょうね、あるけどね。これはだから、あれですよ。インディ・ジョーンズの舞台になってる。だから、失われたアークで最初、はい、インディが入ってくるあの蛇がいっぱいあるとこじゃん、はいはい。あれのイメージの、タニス。あそこはタニスって映画に出てくるの。ああ、確かに。そこのイメージで、ええ、だから有名なんです。映画とかでも知られてるけど、でもしとこない。確かに、タニスって名前有名ですもんね。うん、有名有名。うん。うん、そうそう。インディ・ジョーンズとか。そうそう。いや、あれをイメージしてたら、うん、確かに、これを見たら、えって。確かにな。何にもないじゃないですか。うん、ない、ない、確かに。今は。うん、でも、あれじゃ戦時との話やから。ちょうど発掘してるって。そうそうそう。だから、うん、そういうイメージをちゃんと作ってるんだと思うんだ。そうですね。うん。だからまあ、映画を作った人たちは、ある程度分かってたのかな。その戦時中に、うん、そうそう。その話と、ダブらして考えたよな、うん。そういう場所ですよ。こんなの見つかるんですよね。ええ。まあ、仏線の一世の、全部銀で作られたね。うん、やつ、ね。あ、僕の方に色変えてあるんだ。ああ。ええ、また見ておいてください。うん、あ、これとかね。金、まあ、銀はね、重要だったんだ。シャションク2世かな。これも銀の棺。なんかちょっとかわいい。かわいいよ、ね。これもそうちゃうかな。これなんかこう、はやぶさの。うん、そうそう。金がちょっと張ってあって。こんなん出てくるんだもんね。だから本当に黄金ができたんですよ、この輪っかからはね。すごいよ。これ有名なプッシュですって、これも。いっぱい在庫があるんで、また在庫あるんですよ、ぜひ買ってください。高いけどね、高いけどね。でもあのいい本ですよ。まあ、この前なんか有名な本のなんか参考に支援されてました。うん、ありがたいですね。いろいろと研究者レベル使ってもらってますので、ぜひ、ぜひ買ってください。在庫なくなった割なんで、まあ、この黄金のマスク、ツタンカーメンの黄金マスクの、うん、まあ次かな、在ながら重さ的にね。向こうのがやっぱりすごいけど、うん、これも大したもんですね。金の使われてる、あれちょっと薄いか、これ。うん、ちょっと色的にね、あっちの方が綺麗じゃない、うん、多分磨いてないです、ね。それもあるかもね。叩いてるというか、うん。うん。磨くと光るかな、もっと。磨くの周りもし、多分薄いというか、うん、厚さが違う気がしますね。うんうん、そうか、そうか。何回日本に来たっけ、これなんかもね。うん、これ誰やろ、誰やろ、シャションコかな、うん、こんな出てます、出てます、金が、ね、この人もね、この人なんか王じゃないはずだけどね、なんか、うんうん、最初かなんかでしょうね、名前忘れたら長い名前で場で始まるような名前だった気がするはっきり覚えてませんが、すみません、ね、だこんなんいっぱい見つかるということですかね、これが一番好きかな。
ツタンカーメンのこの棺よりもこの方がなんか味があって、ちょっとかっこいい。ね、感じが好きですね。洗練されてる感じが、銀ってまた打ち出すの難しいから、金は柔らかいけど、銀って難しいから、これはすごいテクニックがないとできないと思うんですよね。ということで、タニス行ってきました。またねチャンスがあればぜひ行ってください、ということで。インディジョーズ大好きなんで、あの聖地巡礼をぜひ。そう、聖地巡礼ね。そういう意味でもいいかも分かんないですね。そうかそうか、分かりました。じゃあまあこれが13回なんで、また14回の、一撃探訪でお会いしようかなと思います。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。